こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はガーバーの、アルティメイトサバイバル、こちらを紹介いたします。こちらはですね、これまで、ベアグリルスさんというイギリスの元 SAS 特殊部隊、世界的にも有名な冒険家でもあるベアグリルスさんとのコラボモデルで、あったガーバーのモデル、それをこうベアグリルスとのコラボモデルではなく、まあおそらく契約が切れたんでしょう。ガーバーのオリジナルとしてリニューアルされました。そちらの紹介になります。まあ、仕様はほとんど同じなのですが、ハンドルのカラーがこういったミリタリーっぽいグリーン、グレーを基調としたデザインになってます。であとは変わったところというと、こちら。ブレードはまずストーンウォッシュ仕様の仕上げになってますね。でこちらにちょっとしたマークがあって、これがなんですかね、こちらの部分で火を起こしてくださいと。で火っていうのはこちら専用のシースに付属しているこちら、まあ、これも炎のマークになってますが、こちらのファイアースターターロット、こちらをそうですね、こんな感じかな、こんな感じでしっかりと持って、そしてここの角でバチッと、やると。そうするとまあ火花が起こせて火種を作ると、北地を作れると。それを膨らましていってやがて焚き火にすると、まあ、そういうわけで、こちらはですね、よくシースがこういう向きなんですね、まあ、それで前回からも結構心配はされてたんですが、こんな感じで刺します。落っこちないのっていうと、まあ今聞いていただいた通り結構カチンってしっかりと入るので、そうそう大丈夫かとは思うんですが、まあ、心配な方は、まあね、そんな世界中の冒険家、世界の冒険家ベアグリルスさんもこれごと自分の、登山バッグかなんかにしまってましたね。だからキャンプとかする場合はね、こうやって心配だよっていう方はそのようにしてみてはいかがでしょうかと。で他にもシースの紹介をいたしますと、まずはそうですね、こちら背面は、ベルトに、まあ、ちょっとこれ心もとないですけども、ベルトに通せるループで、あとはこちらあれですかね、サスペンダーなんかに通すんでしょうかね、縦、まあ、一応縦と横で通すことができます。であとはこちらを剥がすことで、じゃんと、こちら簡単なシャープナーがついてます。結構粗いので、なんていうかな、使用中に屋外で使ったぬめりなんかを取るために、一時的にこう切れ味を回復する、的な、しっかりと研げるようなものではないと思いますが、それなりに掃除程度の、シャープニングはできるかと思います。そしてあと使用方法によっては、こちらのナイロン部分をこうやって着脱できますので、腰につけたり身体につけるっていうことがないのであれば、このまんまバッグとか、ポーチに入れとくのもいいかなと思います。ハードシースで、ナイフの紹介に行きたいと思います。全長は約 25.5 センチ、ブレードの長さは約12センチで、重量は約 245g と。でブレードの材質は 7CR ステンレスだと。でこちらはハンドル材質がラバーグリップで、あとはですね、こちらハンドルエンドの部分がこのようにハンマーになっておりますので、テントを張るときとかもこうやって叩いてやるとか、あとはこちらエマージェンシーホイッスル、笛がついてますので、SOS の際に有効かなという感じでございますね。ということで、はいと、よしできた、はい、とってもこちらね、で、あとはこちらまずセレーションモデルのみになります。この辺で、
レードの厚みもこれだけあって割としっかりしていると思うの でこちらの穴ですね、こちらの2つの穴は例えば使い方としては長めの棒に対しの先端にくくりつけてサバイバルの時に槍として使ったりするためにまあね、こうやってパラシュートコードでくくりつけて槍として使うために開いてたりします、はい、ということで、こちら今回ガーバーのオリジナルのモデルになってきたアルティメイトサバイバル、下の説明欄にリンク貼っておきますのでよかったら検討の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。